皆さんこんにちは、 AI ナウ編集長の小崎です。人間と AI が共存する社会を作るオビジョンに AI に関するさまざまな発信をしています。今回紹介する記事はこちらです。ZOZO がウェアに類似アイテム検索を導入、類似商品の検索を可能に。ということで AI が EC サイト、Amazon とか楽天とかああいうインターネットでショッピングができる EC サイトで AI が活用された事例になります。結構これよく使われている事例なので、よかったら最後までチェックしていただければと思います。この YouTube チャンネルでは AI に関する情報発信しています。よかったら今のうちにチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、ということで今回紹介する記事こちらでございます。類似アイテム検索ということで、実際にここに写真出ていますよね。この可愛いスカートを、AI が認識して似ているアイテムをこうやって出してくれているというような機能です。まあ、これだけと言ったらこれだけなんですけど、まあ、少しだけ解説させてください。ZOZO は9月28日からファッションコーディネーターアプリウェア、これはもう今若年層で使ってる人多いですよね。私も結構見てたりするんですけど、まあいろんな人が自分のコーディネートをシェアしているので参考になるし、そのまま ZOZO のページで見ることができるっていうようなサービスでございます。このウェアにユーザーが閲覧するコーディネートからファッションアイテムを検出し、類似する商品を検索できる新機能、類似アイテム検索の機能の提供を開始したということです。このファッションっていうのはまたユーザーにとっては使いづらいところもありますよねということで、例えば、他の方の、コーディネートを見て気に入ったとしてもですね、そのアイテムが検索で見つけられなかったり、まあ色で検索したらいいのかなとか、このアイテムはなんていう名前で検索したらいいんだろうみたいな風に悩んでしまって、結局それに似たアイテムを見つけることができないみたいな現象が起きてしまいますと。でその中でこの類似アイテム検索というのは、ウェアに投稿されているアイテムと類似する商品を AI を活用することで簡単に見つけることができるということで、欲しいけど探し出せないという課題を解消していくというような機能です。で今は ZOZO タウンで取り扱う商品の中から似ている商品を探すことができるということで、超簡単ですし、皆さんも服買うときはウェアぜひ見てほしいなと思いますが、ウェアアプリでまずコーディネートを検索しますよね。でその後気に入ったコーディネートを見つけたら、コーディネート画像上の画像検索アイコンをタップしましょうと。でそうするとコーディネート画像に使用されているアイテムと似た商品を AI が検出して一覧で表示してくれるというものです。ということで、まあ、今回はこの AI を活用してユーザー体験をとても向上させるような取り組みです。ユーザー体験というのは、私たちがそのサービスを使っている過程で経験するような体験、まあ、体験って言ったら分かりやすいんですかね、まあ、使いやすさとか、まあ、どういう価値を感じることができるのかみたいなニュアンスで使われることが多いんですけど、まあ、今回はこの AI を活用することでファッションアイテムを見つけることができないという悩みを解消して、まあ、そのサービスの価値自体が高くなりますよね。なので私たちのユーザー体験をすごく高めてくれるような活用方法だと思います。で、実はこの最近はですね、このファッション系の EC サイトで類似画像検索のような機能が搭載されることはとても増えています。インターネットで物を買えるようになって、本当にアイテムの数が膨大ですよね。何十万、何百万っていうアイテムを買えるようになったんですが、そもそもそこから選ぶのが難しいよと。でそういう時にこの画像検索を切り口にですね、まあ自分が欲しい商品に巡り合うことができたら素晴らしいことだと思いますし、こういった AI の活用はユーザーの価値に直結しているというか、ユーザーの喜びに直結している感じがあって、とても素敵だなというふうに思っています。まあ、似たような機能で言うと、メルカリは出品するときに物の写真を撮るだけでこの商品は何なのかっていうのを予測で勝手に入れてくれますよね。まあ簡単出品、感動出品っていうふうにメルカリは言ってたりしますけど、まあそんな感じで結構ユーザー体験を上げるために AI を活用してるっていうのはとても面白い事例だと思います。まあ、もしこの動画をご覧になっている方で事業をやっている方、サービスを運営している方がもしいらっしゃったら、なんかこうやってユーザーの喜びに直結するような AI の活用っていうのをぜひやっていってほしいなと思います。こういう良い事例はね、どんどん広がって、どんどん活用が進めばいいんじゃないのかなというふうに思っています。ということで、今回は軽めだったんですけれども、ウェアで AI を活用した類似アイテム検索の機能が導入されたという記事を紹介させていただきました。ぜひ皆さんのコメントなどもお待ちしています。ということで、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。
さよなら。